平成30年11月24日度晴天。12月1日度晴天。第1地区活性化事業歴史探索町歩きマップを手に、第1地区の人々が探索町歩きを行った。11月24日はオレンジコースで。まず、第1小学校校庭の同木塚を見学。続いて、沼津病院、寸東病院跡を見学。小持川を渡って、岡野亭跡を見学。丸子町の県立沼津商業学校跡を見学。沼津で、一番古い神社、丸子神社を見学。元蛇松線、現在、蛇松緑道を渡り、昔の蛇松線のレールを見学。小持川を渡り、明治元年9月設立の初代、大技館あたりを見学。上本通りにある、近代的小学校発祥碑を見学。沼津駅前の西山根のレリーフを見学。城岡神社の境内の沼津兵学校記念碑、沼津兵学校史碑見学。城岡神社の由来や本殿を見学。2時間ほどの行程でした。12月1日も風もなく、晴天の中、グリーンコースをスタートする。南門を出て、真砂町の淑徳女学院跡を見学。続いて、末広神社の由来の説明を受ける。第2地区の浅間神社を見学。沼津宿の間宮本陣跡、清水本陣跡を見学。中村脇本陣跡、高田本陣跡を見学。おなり橋の風習壇跡を見学。上土の朝日稲荷神社を見学。ホテルの前にある三枚橋城石垣を見学。鹿野川の岸に移設された三枚橋城石垣を見学。下町、川久留和のカッパ神社の言われを、下町町内会長から説明を受ける。その後、すぐ前の本丸市を見学。水野沼津城大手門脇の石垣跡を見学。最後に、第一小学校校庭内の同木塚を見学して歴史探索を終わる。Thank you.
前橋城でも、その三枚橋の一番最後のお殿様が大久保忠相ということで、これから第一小学校の同級生が行きます。その後火災も城かかったりして、もうほとんどこう三枚橋城江戸時代、うん、最初のところに明治をね、明治のこれ30年ぐらいでしたっけか、ね、外食中に亡くなった先生が、それから大学中に亡くなった児童、これ昭和5年に作られているんです。この日が2つ、ここに残されています。